3式中距離地対空誘導弾に新たな動きとの情報をキャッチしました。今回はこの3式中距離誘導弾改めの動きを詳しく見ていきますね。さらなる能力向上型を開発するなら、日本も兵器輸出国になれば、自国の兵器を安く生産できるのではないでしょうか。まだできないか。2023年4月は、北朝鮮が自己申告では人工衛星だと強弁している。実質は、新型の弾道ミサイルの発射実験を行う可能性を考慮して、日本では沖縄方面に航空自衛隊の地対空ミサイルシステムの PAC 中ザム3の移動が行われた。幸いにも、この5月7日時点では、北朝鮮の新型弾道ミサイルの発射は行われてないないが、PAC 中ザム3は射程距離が短いため、弾道ミサイルの落下が予想される場所近くに移動させざるを得ないことは、日本国内での賛否両論を引き起こしている。そもそも、PAC 中ザム3の射程距離の短さを批判する声もあるが、今も続くロシア・ウクライナ戦争においても、同兵器はウクライナへと供与されており、今後のロシアの弾道ミサイル攻撃への対処で、その真価が問われる形になりそうだ。さて、日本では前述したように、PAC-3 は、航空自衛隊が配備を行っている対空兵装システムであるが、陸上自衛隊では、国産の防空ミサイルシステムとして、2003年より、3式中距離地対空誘導弾、通常中 SAM の配備を行っている。3式中距離地対空誘導弾は、三菱電機社が、主契約企業として、開発の主幹を担当し、誘導弾本体を三菱重工業社、レーダー部分を東芝社が製造する純国産兵器として、アメリカのレイセオン社製の MIM 中ザム23ホークの後継として開発されたものだ。陸上自衛隊の1個後者特化群は、4つの後者中隊によって編成されており、これに割り当てられる3式中距離地対空誘導弾の調達価格はおよそ470億円で、同様の能力と、おぼしきアメリカの PAC 中ザム2に比して、半分強の費用に抑えられている。3式中距離地対空誘導弾は、誘導弾本体を、上下2弾、総3発の合計6発を、箱型の発射筒兼コンテナに収容する形式であり、これを垂直に起立させて発射するため、極力狭い場所でも、展開と運用が可能な形となっている。システムとして、3式中距離地対空誘導弾が装備するのは、アクティブフェーズドアレイ方式のレーダーで、最大で100ケモの目標を探知し、そのうちの12ケの目標を、同時に追尾可能な精度を備えているとされる。このアクティブフェーズドアレイ方式のレーダーは、回転式のアンテナを備え、システムに1機で、目標の探知を行い、同時に、その追尾と射撃管制も担い、敵ミサイルによる、物理攻撃や電子戦への対処能力も有すると言われている。3式中距離地対空誘導弾は、公式には、陸上自衛隊からは、その射程距離等の、具体的な数値に関しては伏せられているが、アメリカで実施された発射テストなどの経緯からは、少なくとも 60km 以上を確保しているとめされている。電子戦への対処能力といえば、今のロシア・ウクライナ戦争においても、ウクライナ側とロシア側双方が、激しいつばぜり合いを繰り広げているとの見方が漏れ聞こえてきており、今後の戦況に大きな影響をもたらす可能性があるようだ。そもそも、ロシア軍は、これまでに、シリア内戦闘を通して、対ドローン向けの電子戦技術は、非常に高度な領域に到達しているとの評価が一般的だったが、海戦壁等には、ウクライナ側の無人航空機による攻撃で少なからぬ被害を被っているとの印象もあった。
こうした状況は、ウクライナ側が運用しているトルコ製の無人航空機、バイラクタル TB2 によってもたらされたと懸念されてきたが、強敵には、これは、ウクライナ側の戦意高揚のプロパガンダであったと解釈されてきていた。ロシア側に侵攻され、劣勢なウクライナ側が、なんとか、国内の士気の維持と次戦を行うため、実際に得られた以上に、古代に、バイラクタル TB2 の戦果を持ち上げていたという解釈で、確かに、最近では、その類の情報は、あまり聞かなくなっていた。しかし、ここ最近で耳にするようになったのは、ウクライナへの供与が始まって以降、GPS や管制工法による誘導で、精緻な砲撃による攻撃を成功させてきた M142 ハイマースや M270、MLRS といったロケット砲システムへのロシア側の対処である。ロシア側は、ウクライナ側が M142、ハイマースや M270、MLRS を先頭に投入した当初は、後方の弾薬集積地や指揮拠点を破壊され、大気な被害を出し、供与されたそれらのロケット弾の最大射程とされる 80km 以上の圏外に後退させたとされていた。しかし、最近は、それらのロケット弾の GPS や管制工法による誘導を電子戦によって妨害することに成功しており、これを受けて、ウクライナ側も、さらに、その電子戦をさらにかいくぐる対処を実施、壮絶な応酬が続いているという。この状況は、今後実行が予期されているウクライナ側の大規模な反転攻勢が開始されれば、その成否が、双方の損害として、今以上に目に見える形で顕在化すると思われるが、世界各国の軍事関係者も、その行方を注視している。日本は、ウクライナのような大陸国家と異なり、地理的には、四方を、広い海で囲まれ、国土の防衛には、比較的に恵まれた環境下にはあるが、ロシア・ウクライナ戦争で、今後激化するであろう、電子戦の内容は、大きな教訓となるだろう。さて、3式中距離地対空誘導弾だが、すでに、2010年度から2016年度にかけての期間で、より低空を侵入してくるものかつ、より高速で飛翔する敵ミサイルへの対処を行うため、3式中距離地対空誘導弾、改善型の開発が実施されている。開発された3式中距離地対空誘導弾、改善型は、2015年に、アメリカで実施された発射テストにおいて、発射した10発すべてを巡航ミサイルに見立てた目標に命中させ、うち1発は、低空を超音速で飛翔する目標に対して出会ったとされる。この成果を受けて、陸上自衛隊でハマる、3式中距離地対空誘導弾、改善型の調達を、2017年度予算から開始しており、1個中隊分は、およそ120億円から174億円のコストで、6個中隊分プラスアルファの数量が配備されることとなっている。そして、防衛省では、令和4年度の事前の事業評価を、2022年12月末に公表し、3式中距離地対空誘導弾、改善型に対して、さらなる能力向上型を開発する意向であることを示し、周辺の仮想敵国の動向を見据えた対応であるとしている。ここで3式中距離地対空誘導弾、改善型の能力向上型は、周辺の仮想敵国による弾道ミサイルの飽和攻撃、及び新型の短距離弾道弾や極超音速兵器による既存の日本の防空網の突破を阻止すべく、その開発にあたると述べられている。3式中距離地対空誘導弾、改善型の能力向上型の開発については、早期研究開発分と、新規研究開発分の、大きく2段階に分けられており、
全社が新規におよそ170億円、改修におよそ40億円、後者がおよそ1100億円の予算が付与されている。この丸三式中距離地対空誘導弾、改善型の能力向上型の早期研究開発分とは、既存の丸三式中距離地対空誘導弾、改善型のソフト面の改修で、短距離弾道弾や極超音速兵器への対処を図るものと考えられ、切れ、ゆえに比較的に低額なのだろう。対して、丸三式中距離地対空誘導弾、改善型の能力向上型の新規研究開発分とは、現状よりも広い領域の防護を行うとされており、ソフト面の改修に加えて、ミサイル本体にも変更が行われる可能性が示唆されているように感じられる。これを見れば、丸三式中距離地対空誘導弾、改善型の能力向上型の新規研究開発分は、現行型よりも、ミサイル自体の射程距離も延伸された新型となることも予期されるが、令和4年度の事前の事業評価の記述のみでは、断定は難しい。いずれにせよ個人的には、令和4年度の事前の事業評価で記述された、日本の周辺国とは、北朝鮮というより明らかに、中国を意識したものだと思えるのだが、政治的にも、それをオブラートに包まざるを得ない苦悩が垣間見える気がする。